知的財産とビジネス第4種を担当します大阪工業大学大学院知的財産研究科の大塚ですよろしくお願いいたします今回は衣装権の効力について説明します合わせて部分衣装と関連衣装についても簡単に紹介します衣装権の存続期間は登録の日から20年です 衣装権者は登録衣装およびこれに類似する衣装を独占的に実施することができますここで実施とは衣装にかかる物品を製造したり使用したり譲渡したりすることなどを言います、えー、図で示すとこのようになります衣装権者が登録衣装を独占的に実施できる範囲を赤色で示しています また登録衣装に類似する衣装を独占的に実施できる範囲を青色で示しています権利範囲は衣装に係る物品と衣装の形態によって決まる点に注意してください権利範囲を物品が同一でかつ形態も同一の範囲に限定してしまうと登録衣装をほんの少し変えただけで権利範囲外 となってしまいますそれでは、模倣行為をやめさせることができませんので類似の範囲まで権利範囲を広げているのですそれでは、異性権が侵害された場合はどうすればよいでしょうか相手方との交渉によって解決できない場合は裁判所に訴えることになりますこの時、原告が異性権を有することはもちろん 被告衣装の物品が原告衣装の物品と同一または類似であること被告衣装の形態が原告衣装の形態と同一または類似であることを立証しなければなりません順に見ていきましょう被告衣装の物品が原告衣装の物品と同一または類似であることについてです まずは図を見ていただきましょう左の図が原告の登録衣装です物品は化粧用パフです右の図は衣装権を侵害するとされた被告の衣装です物品は洗顔ブラシです化粧用パフと洗顔ブラシが物品として類似するか否かについて裁判所は物品の具体的な用途 機能に着目すべきとしましたそして化粧用パフも洗顔用品としての用途機能を有するからこれらの物品は類似すると判断しました次に被告衣装の形態が原告衣装の形態と同一または類似であることについてですこちらもまずは図を見ていただきましょう 左の図が原告の登録衣装です。右の図は、衣装権を侵害するとされた被告の衣装です。物品はいずれも自走式クレーンであって同一です。これらの衣装が類似するか否かについて、裁判所は、まず原告の登録衣装について、クレーンのブームが前下がりで、車体より少し前方に飛び出している点が、 新規なものであるとしましたこのように衣装の特徴となる部分のことを衣装の腰部と言いますそしてその腰部が被告の衣装においても同様に再現されているのでこれらの形態は類似すると判断しました物品が同一または類似でありかつ 形態も同一または類似であれば、異証権侵害が成立します。異証権侵害が成立すれば、未来に向けてそのような行為の停止を求める差し止め請求をすることができます。また、そのような行為によって、これまでに被った損害の賠償を請求することができます。 衣装法の概要の最後に、特別な衣装として部分衣装と関連衣装を紹介します。部分衣装とは、物品の部分の形状、模様、もしくは色彩、またはこれらの結合を言います。実線部分のデザインについて権利が発生します。破線部分は物品全体における実線部分の位置を特定するために参照されるに過ぎません。 こちらの例では、T シャツの胸の部分のデザインについて権利が発生します。したがって、胸の部分に同じデザインを施してあれば、長袖の T シャツであっても、V ネックの T シャツであっても、衣装権の侵害となります。こちらは、先ほど紹介した化粧用パフ事件の図です。 この事件では、原告の登録衣装は部分衣装となっています。原告の登録衣装のうち、持ち手の部分は点線になっています。したがって、持ち手の部分の形態が異なっても、実線の部分の形態が同一または類似であれば、衣装権の侵害となるのです。次は関連衣装です。 デザイン開発においては、一つのデザインコンセプトから多くのバリエーションの衣装が創作される場合があります。しかし、先に出願された衣装と類似する衣装は登録を受けることができません。そこで、関連衣装という制度が設けられました。先に出願された衣装を本衣装とし、その本衣装に類似する衣装を関連衣装、 とすれば登録を受けることができますこちらは乗馬を真似た運動器具の例ですハンドルや背もたれのバリエーションを関連衣装として保護しています関連衣装は本衣装と類似しますが関連衣装の一つ一つは独自の権利範囲も有しますしたがって本衣装と 関連衣装によって本衣装に類似した範囲だけではなく関連衣装に類似した範囲まで権利範囲を広げることができるのですこれで衣装法の概要についての説明を終わります次回からは商標法の概要に入っていきます